竹下がエクストリームのベルトに挑戦するというより、僕が KOD のベルトに挑戦するみたいな意味合いの方が強いと思うんで。 DDT エクストリーム級王者原島。10年前 DDT が両国国技館に初進出。そのメインイベントを務めたのが原島。以降 DDT の絶対的エースとしてのポジションを確立。あれから10年、今宵原島が両国メインのリングへ。僕が勝つ姿を見せることがお客さんが喜んでくれることみたいな単純な思いしかないんで。原島さんっていうのはまあ安定ですよね。でもそこに何か生まれるものがあるのかなって僕は思いました。 KOD 無差別級王者竹下幸之助。僕らの世代ってやっぱり非常に研究してますよね、プロレスを。新しいプロレスを切り開いていきたいっていう。圧倒的な肉体と過剰なまでのプロレスへの研究心を持ち、常に進化し続ける彼は今や DDT の強さの象徴だ。そんな竹下は原島に辛辣な意見を述べる。貯金でプロレスしてるのかなみたいな。新しい何かが生まれることもないし、目の前のことをやってきた結果がそれなんで、少なくとも僕はベンチャープロレスなんで、いろんなプロレスをやりたがる欲求が出過ぎているのかな。その安定感、安心感ってすごく武器なんですけど、まあやっぱプロレスをリングを追い求める一人の人間としてはそれじゃ満足できないんですよね。もうチャンピオンとして堂々と戦う姿以上の自分の中の欲求に走りすぎてる。僕が思う DDT のチャンピオン像ではないんで。王者たる姿を常に見せるべきと主張する原島と、変化を厭わず日々進化を求めるべきと主張する竹下。彼らの価値観は明確に異なる。今回に関してはもう両国でじゃなくて、両国の前に原島選手をに負けを認めさせるっていう。毎回王者として異なる戦いのテーマを設定する竹下。今回は前哨戦の段階で原島に負けを認めさせることを自らに課した。 10.13 大阪、長時間竹下の拷問技にはまる原島にセコンドはたまらずタオルを投入。原島 TKO 負け。続く 10.27 後楽園、再び竹下がボールオブ竹下で原島を捕獲。原島まさかのタップアウト負け。これは屈辱だ。ダメージを負って本番のタイトルマッチに影響を及ぼすような。今日よりは強い原島さんで、両国大会メインイベント僕の前に立ってほしいなということだけです。竹下、はい。お前原島さんダメージないぞ。お前俺の先輩だ原島さん。お前てめえなんかに負けるような、そんな弱い人間じゃねえんだよ。おい、原島を思う同世代の人間やライバルたちは黙ってはいなかった。まだダメですよ、あんな若造に負けてたら。いや、竹下が何回防衛したとか何回ベルト巻いてるとかそんな関係ないですからね。俺らにとって憧れが原島さんだから、まだそれがくすむのは俺ら我慢できないですよ、見てて。まあ、いつまでこう上目指して頑張れるとか、自分の限界がどこだとか、どこがピークだとか、もう正直気づかず戦ってるんで。 DDT の長男のごとき存在としてゴールのないマラソンを走り続ける原島。同世代のレスラーでも原島と同じステージにいる人間は少なくなってきた。いや、僕ら世代の意地はすごくすごくあるね。ね、今お休みしてる人もいるし、メインとかそういう試合にあんま出てない人もいたりとか。原島、お前は俺たちのゴリラ。まだまだお前に夢を見たい。これからも夢を見せてくれ。僕ね、夢があるんで、こういう団体にしたいっていうビジョンもあるし、まだまだ夢がある。原島さんにはまだ夢はありますかっていう。二人の王者が戦う先に DDT のドラマチックドリームは見えるか。
メインイベント、ブラックアウトプレゼンツ KOD 無差別級 DDT エクストリーム級両選手権試合、エクストリーム王者原島 VS KOD 王者竹下幸之助。